はい、暇なんでデカキンさんに電話かけます。果たしてあのデブは出るのか。お、出た。よぉ、なに、いたでんかまた、お前いたでんじゃないよ、ビデオつけてよ。お、顔でかいな。いや、ちょうどぴったりだな、今何してたんですか。今ちょっと編集してました。おお、それまではずっとなんかこのご時世だからメンタルやられたりおもりやったりとかあんま興味ないけどね。やめろお前目つぶし目つぶしやめろバカお前。じゃあ俺が美味しいお菓子紹介しますね。あ、本当に。はい、じゃじゃーん。おいバカ、チンコ見せんなお前お太いお前でね。え、サラダドレッシングみたいな味でしょ。なおい、なんな、虚無やめろお前、虚無になるだお前、このタイミングだお前。あ、え、俺は時間を止めるあ違う、今日電話した理由はなんかアマゾンでお互いプレゼント買って送りません。あ、いいね。そしたら明日が楽しみになるじゃないですか。確かに確かに、今やっぱ明日に希望がないじゃないですか。うん、ないわじゃあ俺はデカキンさんに5000円以内で、うん、喜びそうなものをアマゾンから送ります。これマーキュリーにもしたんですよ、この企画。はい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 、だから俺デブにしかこの企画やってないんですよねお前何を目的だ、デブに送らせてお前何系が欲しいってあんの。いや、それ言っちゃダメっすよ、これ狙いに行かないとダメなんで。いや、なんか暇だからすげえなんか昔の動画とか見返して、あ、デカキンさんやっぱ面白いなと思ったっすよ。いや、それ逆よ、俺もサグアとの動画見て、うん、サグアってここまでやってくんだっていうのをすごい思ってたよどういうこと、ここまでやってくんだ人にまず見つぶしして押し倒してで、登ってきたやつをスリッパで思いっきりぶん殴るまで、あ、ここまでやってくんだと思ってあの動画めっちゃ面白いよね。あれですよ、こうやってあれをまた早くできるようにね。そうですね、またあれやりたいっすね。ダメダメ、キッチン登っちゃダメよ。おい、デカキンさん、キッチン登っちゃダメだって。いや、俺がキッチン登るわけないだろあ、まあ、デカキンさんに似てますね、顔、うん、ちょっと目後でこうね、ちょっと目汚くなっちゃったからね。目に出ちゃいますよね。デカキンさんも目汚いっすよ、目についてますよ。後で拭こうね、二人でね見てねえ、バカ、ふざけんなお前、ビデオ通話だからツッコミがこうキレッキレなんですよね、逆の意味でわかりました、デカキンさん、楽しみにしててください。バイ。チュールもいいなと思うし、どうもりハマってんだったらなんかどうもりのアミーボでもいいなと思ったけどな、2、3日かかるなこれ。よっしゃ、じゃあチュールにします。じゃあまたお楽しみに。デカキンさんから荷物が届きました。さあ、デカキンさん何を買ってくれたのか。近いんじゃない、じゃじゃん、じゃじゃん、あ、しかもデカキンさんちゃんとこれに入れてる、さすがだわ、俺これやってねえわ。嬉しいね、こうやってくると。予想は、予想なんだろう、料理最近作ってるにすごい食いついてたから、誕生日おめでとうって書いてるわ。いや、じゃじゃん、なにこれ、ドーナツクッション、デカキンさんっぽいわけど、この匂いどうすか、デカキンさんがくれたやつだよ。デカキンさん送ってくれたのドーナツのクッションですよね。はい、そうです。もう可愛いでしょ、色柄も。いや、もう最初びっくりしました、なんかと思っちゃいましたけど服は大喜びです。うわー嬉しいわなんでこれにしたんすか。リアルにやっぱそのサグアに大事にしてほしくて、動画上でもなんか置いてあるというか飾ってある感じにしたいなと思ったでなんかワンちゃんとかもそれで遊んでる光景とかあったらなんか俺もすごい嬉しくてしょうがないなと思ったそれぐらい喜んでもらえるものにしたいなと思ったいや、もう服が一番喜んでますわ。うわー嬉しいわ。え、逆に写真ちょっと送ってよ、はい、ちょっと遊んでるとこ見たいわ。あ、オッケー、じゃあ送ります。はい、それじゃね、じゃあ俺のも楽しみにしててください。じゃあな、デブ。はい、デブってやめろお前、最近服嬉しい、デカキンさんありがとうっつって、うーさーありがとうそれでは早速サグアから物が届いたので早速開けてみたいと思います。何が届いたんだろうな、ちょっと待って、めっちゃ怖い怖い怖い、大丈夫なやつ、ちょっとサグアはちょっと変な人ですから大丈夫なやつ送ってきたのかどうなのかちょっと気になるんで、お
ということで、サグアが送ってくれたのは、チャオチュールグルメ。でか !120 本入り。めちゃめちゃ太るだろ、お前これ。デカキンみたいになるだろ、うちの猫が、お前。よしめっちゃ入ってるわ。まあ、チュールももちろんデカキン持ってるんですけど、ただ、マグロ系はなかったと思うんで、めっちゃ嬉しいです。やば、1日4本を目安におやつとしてお与えください。そんなあげていいんだ。基本デカキンはあのなんか詰め切った後とか、あの、お風呂入れた後とかぐらいしかそういう、なんか辛いことあった時しかチュールあげてなかったんで、サゴアがせっかくくれたんで、チュールをあげたいと思います。よいしょ。待って待って待って、勢い、はい、こっち。こっちこっち、ミニタンはこっちだよ。ミニタンこっち、ほら。ミニタンこっち、わー、関係ねえみたいになってるけど。ミニタンは初このビニール食いだね。あー違う。どんな乾杯してんのそれ。くっついてる。あーダメ。ちょ、顔汚いよ。顔汚い。拭いてちょっと、これで。顔そんな突っ込んじゃダメ。やめてちょっと。顔汚いから。拭きなさい、ちゃんとそれ。あ、ちょ、警報鳴るわ。